ちは、インターン生の青田です。今回からはついに歌われる者、散りゆく者への子守唄に登場する魅力的なキャラについて紹介します。また自分がキャラを使ってみた簡単な感想やおすすめ点なども記事に載せていきたいと思います。まずは主人公の白愚、大怪我を負い生き倒れていた青年、少女リルルに助けられ山小屋の集約で解放された。物腰穏やかで理知的で自分に厳しい将軍、決して外れない仮面を身につけているが記憶を失っているため詳細は不明。回復後に白愚という名を授けられ村の発展に尽力する。その行いが世界を大きく変えることとなる。戦闘では鉄の扇、鉄線を用いて敵に攻撃します。攻守ともに優れているバランスタイプで使いやすく育てやすいキャラだと感じます。本作品には属性と呼ばれる敵との相性が存在するのですが、白愚だけは存在する属性のいずれかにも当てはまらないので、有利不利が存在しないのも魅力点の一つだと言えます。主人公であることもあり、倒されると負けてしまうステージが数多く存在するので積極的に育てていくことをお勧めします。次にエルル、倒れていた主人公を助け山小屋の集落に運んだ少女、獣のような耳と尻尾を持つ薬師の卵であり、面倒見がよく家事全般が得意、優しく快活な性格で村人にも慕われているが、焼き餅焼きだけが欠点、妹のアルルを大切に思っている。戦闘では薬師の能力を生かして味方を回復してくれたり、味方の攻撃力アップや敵の防御力ダウンなどのさまざまな補助を行ってくれます。しかしながら敵に攻撃することができないので、攻撃において敵から攻撃を受けないようにすることをお勧めします。次にアルル、エルルの妹、姉とは対照的に無口で人見知り、一見ぶっきらぼうだが内面は子供らしい可愛さを持つ。動物たちと心を通わすことができる。戦闘ではムックーと呼ばれる白い虎に乗って戦います。高い攻撃力と防御力を持っています。また強撃を共に使用できるキャラが数多く存在するのもおすすめ点の一つです。しかしながらムックルが水を苦手とするので、水辺や雨が降っているステージでは防御力が極端に減ってしまうので、使用するステージをプレイヤーが見極める必要があります。次にオブロ、貴族として活動している青年、ネガマスクで熱く激しい性格、妹のユズハを溺愛しており、彼女に近づく者を敵対視する。戦闘では2本の刀を用いて最大で5回連続攻撃ができ、キャラの中で1、2を争う攻撃数となっています。高い移動力と素早さを持っていて、敵からの足止めも食らわないので、攻撃だけでなく道具を用いた味方のサポートなどもしやすいキャラとなっていると感じます。初心者の方でも比較的使いやすいキャラとなっているように感じます。今回は4人のキャラを紹介しましたが、まだまだ魅力的なキャラが多数存在するので、引き続きこの魅力的なキャラたちを次回も紹介していきたいと思います。ではこの動画が気に入ったチャンネル登録といいねをお願いします。